皆さんこんにちは。シンガーソングライターの堀内恵三です。本日もご視聴くださいまして本当にありがとうございます。今日は10月2日土曜日に収録しております。実は昨日ほっこりカフェのファミリーの方からメールいただきまして、今報知映画賞の読者投票ができるので、ぜひ堀内さん動画でも皆さんに呼びかけていただけないですかっていう、メールをいただきまして、すぐに昨夜調べて、で私ももう早速昨夜応募フォームから応募できたので応募させていただきました。ぜひ皆さんにも呼びかけてぜひ応募していただきたいなと思うので、動画を収録させていただいております。最後までお付き合いください。よろしくお願いいたします。で、今回第46回の報知映画賞ということで、担当の、いわゆるその範囲に入る映画の上映は、昨年2020年の12月1日から、今年2021年の、11月末まで、今日がまだ10月2日なんで、10月、11月に公開予定の映画も、その範囲に入るということです。で、今回のこの読者投票の締め切りは11月中旬、日にちが決まってないので、中旬っていう結構曖昧な書き方がしてあったんですけども、11月中旬まで応募できると書いてありました。ですので、一人一票ですので、もう早く、応募をしていただくのがいいかなと思います。私ももう早速、昨夜のうちに、応募をさせて、いただきました。で、この報知映画賞というのは1976年にスタートしたということで、一時日本映画の、黄金期から比べると、かなりその、お客さんの数が減って、もう一度日本映画を盛り上げたいという思いで、始まった賞だそうで、この報知映画賞の始まった次の年から日本アカデミー賞もスタートしているそうなので、日本の映画賞としてはすごく歴史のある映画賞だそうです。で、この、その、各賞なんですけど、作品賞、そして主演男優賞、そして主演その男優賞の作品、主演女優賞、その主演女優された作品、で、助演男優賞、助演女優賞、監督賞、新人賞、で外国作品もあったかな。で、いくつかね、二つのちょっと注意点がございまして、注意点っていうほどのこともないんですけど、今回読者投票で決まるのは、ノミネート作品、作品は15作品、上位15作品がノミネートとして、今回選ばれる候補になるということです。で、人、主演男優とか主演女優とかは10人、上位10人が、ノミネートされるということですので、今回のこの読者投票で全てが決まるんじゃなくて、読者投票の作品は上位15、人の場合は上位10人がノミネートをされて、そしてそのノミネートされた15作品、また、10人を、選考委員の方が、選ばれるということです。で、選考委員のもう名簿を見させていただきましたら、映画評論家の、荒木久文さん、また幻冬舎の、出版社の幻冬舎の、健城徹さんであるとか、サイバーエージェントの、藤田進さん、映画評論家の有名なリリコさんも入っておられたと、思います。どちらかというと、あまりこの、しがらみなく、発言されるような方が多いかなと思いますので、あんまりこう映画館にしがらみなく、選んでいただけるのではないかなという、ちょっと、期待感も抱かせていただけるような、メンバーでありました。で、早速その、ジャンルごとなんですけど、作品賞、当然のことながら、我らが天がらもんを書かせていただきました。去年の12月に公開されてますので、今回のこの46回の範囲に入りますので、天がらもん、書かせていただきました。で、主演男優賞、当然のことながら、三浦春馬、そして主演男優された作品も書くところがあるんですけど、それは三浦春馬、
テンガラモン。で、主演女優賞が、私この1年、もうテンガラモンと、太陽の子ばっかり言ってて、例年より見てる映画の、他の映画を見てる数がちょっと少ないので、主演女優がすぐに浮かばなくて、該当なしにさせていただきました。ですので、注意点のもう2つ目なんですけど、絶対に書かなきゃいけない必須というところが、例えば主演女優のところが星マークがついてて、そこは必須なんで、浮かばない場合は、空欄じゃなくて、該当なしと書いてください。でないと無効になるかもしれないので、なんか他の誰やろな、どの作品やろな、って浮かばへんときは、該当なしと書いていただきたいなと思います。ですので私、主演女優のところは、まあ、申し訳ないんですけど、もう該当なしにさせていただきました。そして、助演男優賞、三浦春馬。作品としては、太陽の子かブレイブに当たると思うんですけど、私はもう太陽の子にさせていただきました。助演男優賞、三浦春馬、太陽の子。で、女優賞、最初に助演女優賞、頭の中に浮かんだのは、最近も何回も見てる太陽の子の有村架純さんも、今回はこれ助演に当たるのかなと思ったんですが、よく考えたら、テンガラモンが今回範囲に入ってるので、テンガラモンで、五代豊子を演じられました蓮佛美沙子さん、また遊女春を素晴らしい公演をされました森川葵さんも天柄門の助演女優賞に当たると思いますので、蓮佛美沙子さんか森川葵さんか、どちらにしようかなと迷ったんですけど、まあ、それも私も書かせていただきましたが、それは皆さんにお任せいたします。そして監督賞、当然のことながら田中光俊監督、その作品は天柄門と書かせていただきました。で、新人賞も私分からなかったんで、3年以内になんかデビューされたような方やと思うんですけど、分からなかったんで新人賞のところも該当なしと書かせていただきました。アニメ賞や外国作品も私はもう分からなかったんで該当なしと書かせていただきました。ですので、もうこれは私のもうすごく個人的な投票結果ではあるんですけど、作品賞天柄門、主演男優賞三浦春馬、その作品は天柄門、そして助演男優賞、三浦春馬、その作品は太陽の子で、助演女優賞は、蓮佛美沙子さんか森川さんか迷って書かせていただきました。で、天柄もっていう形に書かせていただいて、あとは応募者の、お名前、住所、電話番号、そして今回なんか応募された方の中からなんかこうプレゼントが当たるみたいなんで、なんか沖縄の航空券とかなんかいろいろ書いてあったかな。ですので、その中から希望されるそのプレゼントを選んで、もうそれで送信するだけで、いけます。一人一回一票です。11月中旬までということですので、もう早めに送っていただくのがいいのではないかなと、思って、おります。10月はワウワウでも約4回ぐらい天柄門も放送されますので、もう一回ここから私ももう一番愛する映画天柄門を盛り上げていきたいなと思っております。今回は、ね、昨日ほっこりカフェのファミリーの方から、放置映画賞の読者投票ができるので、ぜひおりさん動画でも皆さんに呼びかけてくださいということで調べさせていただいて、私ももう早速一票を投じさせていただきました。放置映画賞の案内をさせていただきました。この動画の概要欄とコメント欄にその応募サイトのアドレスを貼り付けておきますので、どうかもこの動画を見ていただきましたら、もうすぐに応募していただけたらと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。最後までご視聴くださいまして本当にありがとうございました。生まれてきてよかった、君と出会えたから。